回は唐突に配信を開始した始まる A 列車のモバイル版を試すぞ。これはスマホでプレイできて30分だけなら無料で遊ぶことができるぞ。早速どんな感じかコンストで試してみるよ。マップサイズは一番小さいので、ちょっとこの項目を選ぶのがやりにくいな。結構手こずったのでカットしたぞ。さあマップ生成だ。ここで再生成連打でゲームが落ちないかを試してみるぞ。スイッチ版発売直後はここでよく落ちたけど、モバイル版では特に問題なし。マップが生成できたら拡張機能を全部オンにするぞ。ちなみにこのモバイル版のグラフィック設定はほとんど変更できないぞ。そしてスイッチ版にはないオートセーブ機能があるぞ。ここからは線路を敷いて鉄道を走らせてみるぞ。モバイル版での線路敷設のやり方は画面を長押しして目的地まで伸ばしていくんだ。スイッチ版でも採用されている方法だな。この辺りの動作はスイッチ版とそこまで変化はない。次に駅を設置。この辺りもスイッチ、そしてスチーム版と変化なし。スチーム版にあった密かな追加点はモバイル版にはないと思う。次に駅前に建物を配置していくぞ。今回配置するのは競馬場。これは2022年6月16日現在、スイッチ版では配置できない建物だ。モバイル版では他にもピラやタワーさんが配置できる。なので今後スイッチ版でも配置できるようになると思うぞ。多分、次はお待ちかねの方もいると思う。列車開発を行うぞ。ただ無料版は30分の制限があるので開発は5分ぐらいで終わらせるぞ。今回は名鉄のパノラマカーっぽい何かを作る。装備タイプの T がそれっぽいのでそれを流用して作成。しかしこの列車開発、モバイル版では大変難しい。微調整も全てタッチ操作で行うので、狙った位置に配置するのが至難の業だ。そしてちょっと角ついてずれることもあった。そして一番大変なのが、ステッカーの作業だ。結論から言うと、モバイル版での列車開発は、スイッチ、スチーム版より難易度が非常に高い。操作面で難易度が非常に高くなっているので、列車開発をメインにやりたい人は、モバイル版はあまり向いていないと思うぞ。ちなみに今やっているのは、ステッカーの拡大作業だ。拡大、もしくは縮小しまくると、回線速度くんが悲鳴を上げるぞ。ゲームは落ちなかったが、そうそうパンタグラフはスチーム版仕様だから、シングルアームで211系みたいな配置ができる。にしてもパノラマカーにシングルアームは違和感あるな。名前を決めて製造して、ダイヤを組んでいくぞ。この辺りも特に変化はない。次に全面展望を見てみよう。枠の消し方が分からず放置したが、多分消せると思う。向きはスワイプで変えられるぞ。そしてグラフィックだが、かなりいい。スマホでも自分で開発した街を、良いグラフィックで楽しめる。スマホでも始まる A 列車の、綺麗な日の出が見れるぞ。さて駆け足で、モバイル版の始まる A 列車をいろいろ紹介したけど、列車開発をメインでやらない人におすすめできるな。ただスイッチ、もしくは PC を所持していて、始まる A 列車の購入を検討するなら、モバイル版より先に出ている、どちらかの方が良いと思う。またモバイル版は、他のユーザーが作成したマップをダウンロードできない。このあたりの詳細は、公式ホームページを確認してほしい。気になった人は、ぜひどれでもいいから始まる A 列車を楽しんでほしい。ちなみに30分を過ぎると、こんな感じで終了するぞ。RTA に最適だな。